どうもネオモンゴルインプラインアガツです。ということで今回もブルーアーカイブやっていきましょう。ということで今回はボリューム1対策委員会編の3章、夢が残した足跡ということで、メインストーリーのね続きを見ていきたいと思います。はい、ということで現在ね出てるメインストーリーがこれが最新のところっていうところで、いやーマジでようやくねたどり着いたっていう感じなんですけど、でいろいろ回ってきて対策委員会編にまた戻ってくるっていうな、熱いな。はい、ということで三章ワクワクしております。見ていきましょうか。よろしくお願いします。はい、エピソードリスト、三章夢が残した足跡。カイザーグループが撤退したものの学校の借金は減る兆しが見えず、そんな中訪れた新たな脅威に対策委員会は学校を守り抜くことができるのでしょうか。ほー、まあ、カイザーは一旦そうなんや。はい、ということでプロローグから見ていきましょうか。よろしくお願いします。第1話プロローグ。なんやかんやアビドス久しぶりやもんな。フランシスゲマトリアね、ここか。我々から追放され埋もれてしまった封印されし同胞よ。ほう、何これ、苦しい苦しい。これ頭を押さえてんのか。お前の苦行はこれで終わりだ。お経地下生活者。ほう、この声、匿名の公人、あなたですね。いや、今はフランシスと呼べ。なんだっていいのです。小生には構わないでください。理由が何であれ興味ありません。ひひ、小生はこれ以上、ゲマトリアが壊滅した。そのフランシスはゲマトリアやけど、こいつ自身は何も、この地下労働者やっけ、地下生活者かは特に名前とか所属とかは書いてないもんな。それはどういう？ゲマトリアはもう存在しない。解体もしくは解散と見ていいだろう。原因は一つ。ちょっとここで名前出されんの嫌やな。シャーレの山口先生という存在がいたからだ。あの者が因果とジャンルをねじ曲げた。今あの者を相手するのは、静かに。なあ、キモい。ふむ。いやー、なんかどれが名かわからへんみたいな。へえ、怖。ふむ。なるほど。コデックが更新されたのですね。何それ。あ、ルールブックって書いてんな。新しい世界、感じます。この世界の異物感を。書が変更され、ルールが変わったのなら、これはまた新しいキャンペーンが始まったということで。そうですか。ひひひ。ならば話は変わります。今度の書は小生にどんな気づきを与えてくれるのでしょう。どれどれ、山口と言いましたか。この者がキャンペーンのボス。新しいコデックスは、あ、コデックスね。学園都市、それに先生。これは思ったよりも、難易度が高いじゃありませんか。しかし万物に攻略法は存在する。どれどれ、盲点、弱点、欠点、何だっていい。あの者を見くびるな、地下生活者。お前がこの世界をどう認識しているかなど興味はない。しかしいつまでもボードゲームかなんかだとは思っていては、正しい勝利にはたどり着けないだろう。私が答えを教えてやろう。あの者に勝利するためには。邪魔をするな、クズが。わあ、怖っ。あ、時計のデザインか。へえ。で、その中の一つだけが割れて、ほー。っていうのを言ったけど、何か理解してるわけではないけどな。死を知らない貴様ごときが、あ、え？
小生の苦しみ、孤独を、恐怖を理解できるのか。匿名の法人のくせに出しゃばるな。これは小生のキャンペーン。苦行を通じて小生がどんな気づきを得られるかが、それが重要なんだよ。それを貴様が邪魔するんじゃねえ。小生のキャンペーンに割り込むな。え？何の音？はあはあ。勝利。なぜ皆そんなものに執着する。結果はすでに決まっている。我々はいつか死ぬ。それは普遍の真理。結局は皆敗北する運命。大事なのはそれだけじゃねえのさ。そうだ、大事なのは過程。その過程で小生が何を経験し気づきを得られるか。ただそのことに意味がある。貴様らごときがゲマトリアという、崇高なる求道を名乗る。そんなのゲマトリアの名が。名が廃るだろうが。え、フランシスって今ので倒されたんかな。はあ、はあ、落ち着くのだ。落ち着かねば。これから何をすべきか決めなくては。俺をなんかな、完全に倒しに来る感じやもんな。ゲマトリアが壊滅。いや、本当のゲマトリアはこの小生。小生がゲマトリアの真の姿を見せてやらねば。ひ、いいだろう。まずはこの世界を知ることから始めなくては。新しいコデックス、新しいキャンペーン。ああそう、ならば小生の求道はそこから始めよう。アビドス、太古の神秘らが誕生したあの帝国。果たして今回のコデックスはどんな形になっているものか。ひ、解き放たれてるやん。どうか小生を楽しませてくださいね。はあ、ちょっと誰が敵になるんかなって思ったけど、あ、これアビドス。新しいあれやな、背景。ああ、夢ね。見て見て、星野ちゃん。あ、過去。ああ、昔の生徒会がアビドスのオアシスにすっごいものを埋めたらしいの。あら、あら、これ夢先輩ね、特大ですね。な、あーそうなんや、ヘイロー、アビドスカラーっていうか、アビドスの形してんな。へー、あ、ちょうどここにな、あるけど、これやんな。な、タッチサブンで見るとな、初めて見たけどな。まあ、めちゃくちゃおっぱいがでかいね。うん。おー、星野。あー、昔の星野か。すごいものですか。そう、花火なんだけど、希少鉱物が入った、花火らしくて。それに刺激を与えると、プラズマになった火花が発生して、空を彩るっていう技術が使われてるんだって。こんな形の花火もあるんだよ。かわいいよね。反応せえへんな。もともとはお祭りの時に使う予定だったらしいんだけど、なぜかうまく動かなくて余ったのを、湖に捨てたんだって。なるほど、すごいよね。 100g で100万円以上もする鉱物が入ったものを捨てちゃうんだよ。さすがアビドス生徒会長、羽毛の体操マットを使う方々なだけあるよね。その100分の1でいいから私たちに残してくれてもよかったのに。ヒーン、かわいいな。でもそのオアシスはとっくの前に干からびたじゃないですか。うん、そうなんだよね。今はただの砂原で、そんなのどこにもなかったはず。ふふふ、星野ちゃんはまだまだだね。これは湖があった頃の話だから、かなり昔のことでしょ。つまりその花火は干からびたオアシス、あの下に存在するってこと。ほう、オアシスの下に希少鉱物が埋まっているってことですか。そう、夢先輩は
自分が今何を言っているのか分かっていますか？星野昔と今全然違うな。昔はヒナとかにマークされてるぐらい強かったっていうね。で、今はなんかおっとりした感じになってるっていうな話やったけどな。でも今はもう防護服っていうか、そんなんできっちりしてる感じやもんな。この手のこことかさ、全然な、こう戦う専用みたいな感じやもんな。え、その、こうしてる場合じゃないですよ。今すぐ探しに行きますよ。目キラキラさせて。そう、私もそれを言いたかったの。お宝探しスタート。行きましょう先輩。あ、笑顔の星野見れてよかった。このまま何をバカなこと言ってるんですかって終わるんかと思ったわ。うん、これで私たちも大富豪だよ星野ちゃん。いや、いいやん。過去でも楽しそうやな。うん。あー、掘ってるんか。お、あー、はい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 。っていうか砂漠で水着らしいけど、星野ちゃん、あのね、なんか暑すぎてあれって言うけどな、服着なあかんみたいな。あー、頑張ってる。それ以上言わないでください。私もうすうつ感じてるんですから。そうだよね、私だけじゃないよね。そろそろやめるべき。もうちょっと頑張ってから。ごめんね星野ちゃん、これは積んじゃったよ。おー、でっかいね。画面外に出てんもんな。でかすぎて。ねえ星野ちゃん、私たちどこから間違えたんだろう。先輩が変な計画を持ち込んだ時からじゃないですかね。ヒン、星野ちゃんも喜んでたのに私のせい。そうなの？それは私だって知ってますから言わないでくださいよ。ああ、すごい。でかすぎるって。あ、なんかめっちゃ絆創膏つけてるって思ったけど、あれ今回だけなんかな？なんか怪我してんのか？今思えば水着を着る必要もなかった気がするし。やっぱ何も考えてなかったんですね。なんで着ようって言ったんですか？あら、星野もね。うわー、この健康的な星野の水着ちょっといいですね。いや、でもな、すく水って見た時にこうにもなるしこうにもなんの。現実は残酷すぎんねんけど。あー、そっか。だって地面を掘ってたらドッカンって地下水が湧き出るかもと思って。まあ確かにね。そもそもそんな確率存在しました。それで砂漠化も解決して、めでたしめでたしって。そんなわけないでしょ金。やっぱ昔は星野がしっかり者で、夢先輩がなおっとりしていい先輩みたいな、そういう感じなんやな。ほーねえ、うん、反省として今日の出来事を書いておかないと。ちょっと先輩、何を書いて。こんな失態の記録とかやめてくださいよ。でも生徒会長としての義務というかさ、後々星野ちゃんの役にも立つと思うし。それ失敗の記録しかないでしょ。というかそんなボロい手帳誰がもらうか。私は新しいやつ買いますからね。ヒーン。ゆめ先輩かわいいな。うん。あ、アビドス廃校対策委員会。これは戻ってきたんかな、現在のっていう。ああ、そうやな。それではアビドス対策委員会の定例会議を始めたいところですが、一人見当たりませんね。ほう、うんうん、いつもの人ですね、星野やな。うん、星野先輩がいない。今度はどこに行ったのよ。またどっかで昼寝でもしてるの？さっき隣の教室で寝てたよ。なら連れてこないとでしょ、白子先輩、会議始まるんだから。うん、でも起こしづらくて。なんでよ、またニヤニヤしながら寝てたから。白子ちゃんは星野先輩に甘いですからね。今連れてくる。あ、私も行きます白子ちゃん。ほう、だからって二人して行かなくてもいいじゃない。あはは、皆さん星野先輩が大好きですからね。まあでも結構過去のを見るのな。そう、今のは楽しいのを見てたけど、そのね、夢先輩が亡くなるさ、あの辺の話もな、やりそうな感じやもんな。そっか。
ね、不穏やんな。不穏ちゃ不穏。星野先輩、会議始まるよ。うんうん、そろそろ起きる時間ですよ。あれ？え？おー、寝てはなかったんや。うん、星野先輩、起きてたんだ。あ、そうだ、会議だったよね。ごめんごめん、おじさんももう年だからか最近忘れっぽくて。うん、あれ、そんなに年変わらないでしょうとかそういうツッコミはなし。ほらほら行くよ、あやねちゃん怒ると怖いからね。ほう、待て先輩。うん、まあなんかちょっと話しかけづらかったみたいな。うん、お、みんな揃ってる？先生か。はい、それでは全員揃ったので会議を始めたいと思います。まずこの頃アビドス自治区周りで不自然な動向があったので共有します。不自然な動向、何かありましたか？はい、まだ、要注意程度のことだとは思いますが。どうしたんですか、あやねちゃん。まず発端はカイザーグループです。ほうね、カイザーがどうなったかっていう、皆さんご存知の通り、カイザーコーポレーションは最近までアビドス砂漠で発掘を行っていました。カイザーがそこで何を探しているのか私たちは分かっていませんでしたが、っていうのがあれやったもんな。結局ウトナピシュティムやったっていうね。うん、まあこれやったってことやもんな。まあ結局そういうことだったって明らかになったわね。バラバラになってしまいましたけどね、全裸の俺が降ってきたもんな最後。はい、結局ウトナピシティムの元船は、清掃圏で破壊され、その残骸や痕跡は発見さえ、できませんでした。そしてカイザーはその船が破壊された時点でアビドス砂漠を占拠する理由がなくなったんだと思います。あ、なるほどね、あの後はもうね撤退したんや。カイザーは砂漠から徐々に撤退していき、今はもう廃墟同然です。うん、発掘区域から撤退するのを見た。本当すっきりしたんだから、あれもう絶対二度と来ないでよね。でもカイザーへの借金がなくなったわけじゃないんですよね。はい、アビドスの借金自体はカイザーが握っているので、私たちの状況は何も変わりません。ほー、結局それはあるんやな。カイザーコーポレーションのプレジデントはアビドス砂漠よりも再建中のサンクトムタワーに興味を持っているようですし。うん、ですがここからが本題です。本題、うん、どうしたんですか、あやねちゃん。結論から言いますと、カイザーグループはアビドスの借金を債権に切り替え、債権市場に売ろうとしています。ほう、え、債権ですか。ほう、債権市場ってな、何よそれ。まあ、どっかにもう渡そうとしてるんよ。私たちから借金を受け取る権利を、有価証券にして、要は私たちから借金を受け取る権利を他の人に売るってこと。え、じゃあ何がどうなるの。債権を買った人がアビドスから借金を受け取るので、これから他の人に借金を返すってこと。それって私たちにとって基地なの。それは、いや、それはありえない。星野先輩、債権を取引するってことは利益を見出せるということ。でもこんな、いつなくなってもおかしくない学校の債権を買い入れるなんてハイリスクでしかない。5人で借金を返しているような学校の債権を買う人なんていないと思うよ。うん、それはそうですが、まあ確かにね、カイザーが私たちから完全に手を引くとも捉えられるけど、それも買い手がいた場合の話。まあ安く売り払っちゃおうっていう魂胆かもね。じゃあ私たちが返済する額も減るの。うん、セリカちゃん、権利を安く売るだけで私たちの借金に影響はないよ。まあ返すところが変わりますよっていう話か。100万円受け取れる権利を90万で買うってことだから、私たちの借金の額はそのまま。それ以上説明しなくても分かったから、白子先輩。うん、ごめん。みんなで教えてあげてな。
あやねちゃん、カイザーはどのくらい債券に変えたんだろう。きっと全部ではないよね。はい、現時点で公表された額はカイザーコーポレーションが保有中のアビドスの、付石約 45% です。ふむ、なるほどね。あ、それなら私たちが安く買ってしまえば。そうね、私たちが買っちゃえばいいじゃない。はい、私もその件で皆さんにご相談したいと思い、債券市場が開かれたら私たちの貯蓄で買い入れるのはどうかなと。あ、なるほどね、そんなんもありなんや。いいね、やっちゃおう、あやねちゃん。まずは株式市場同様、騰落をよく見て。はい、それでは。ほう。株始まってるやん。あれ?どうしたの?私たちの債券が暴騰しています。え?暴騰?はあ、債券の額の 200%、300%、450%。誰かがすごい勢いで買い占めています。え?一体誰が?それがすごい数で特定は難しく。はあ。どういう理由で売り切れました?アビダスの債券完売です。あ、そう、誰がいるんやっていう話あったけど、めちゃくちゃ人気あった。そんな、まず今分かったことを共有しますと、アビダスの派生証券を、買い占めたのは、ネフティスグループだそうです。なんか鉄道のやつやんな。ののみが反応してたもんな。また、さあ攻略法が完成した。始めようかプレイヤー。いや先生よ、ヒヒヒ。我々は今回のゲームで死の真意に気づくだろう。ほう。マジ。対策委員会編参照、夢が残した足跡。いやー、そっかー、過去絡むなー、これ。そうかー、今んところ地下生活者とネフティスグループで、ほんで過去の話と今の話、この4つやな。はあ、なるほどね。行こうか、続き。第2話、招かれざる客。誰が来るんよ、こんなん。はぁ、あ。お、ハイランダー鉄道学園。ゲホゲホ、う。ハイランダー、ここで最後でしたっけ?あ、っていうか、モブかわいい。なあ、あの、駅系の感じやな。でかくてかわいいね。いいですね。あ、そのはず。でも、こんな時期に倉庫を転移するなんて一体。ここだいぶ長いこと放置されていたみたいですね。もともと何をする場所だったんでしょう。確か学園の機密文書を保管してたとかなんとか。機密文書とはいえもういらないものなんでしょう。だからこそ処理が命じられたのでは。でも一応書類に軽く目を通した方がいいんじゃ。いえ、破棄でいいでしょう。時間もあまりないことですし。そんな感じでいいよ。まあ確かに。どうした？柱が、逃げろ。倒れてきたん。はあはあ、怪我は大丈夫です。あ、まさかここまで老朽化が進んでるだなんて。あ、なるほどね、だから壊れたんや。片付けようにも片付けられないな。一度上に確認を。なんだこれ。はい、何の書類ですか。どれどれ。あ、売買契約書。アビドス高等学校。あ、え、あの債券のやつってハイランダーもなんか絡んでたりしたんや。え、どうなんかな。あー、アビドスの街並み。あー、昔星野や。あ、え、ののみや。だから
夢先輩がから生徒会長が星野に代わって野々見が入ってきたぐらいの感じ。え、私立ネフティス中学校。ああ、野々見は高校からなんかアビドスの方に来たんや。失礼します。へえ。お、なんか後ろで見てるけど、あの方が副生徒会長。あ、直近ぐらいの感じなんかな。どうして一人でまだ。ん？あ、っていうか、バイバイの記録がここら辺の話なんか。なんか、視線が。うん。多分やけど、星野気づいてるんやろうな、めちゃくちゃ。気のせいか。気づいてなかったわ。星のほどの人やからな。はあはあ。びっくりしました。あんなに距離があったのに噂には聞いていましたが、あ、でもそんな距離やったんや。どんな噂？気づいてる。よく、え、あ、その星野さん。やっぱクソ強いやん。びっくりしてんね。へえ、私の名前知ってるんだ。あ、これ星野と野々見の初対面なんや。誰？私に何かよ。私はどこの生徒、所属と学年は。別に年上だったところで容赦しないけど、それくらい知ってるでしょ、私のことを調べてたなら。そういう目的で来たわけでは。あれ、その交渉は。はい、私もアビドス自治区の学生で、それとまだ中学生です。もうすぐ卒業ですが。ほう、中学生。そうか、私よりも先輩に見えるけどね。中学生の頃から持ってますね、凶悪な胸がね。まあ確かにお姉さんっぽいよな。星野もあれやけど。あはは、思い出した。それ、私立ネフティス中学校の、交渉だよね。あ、そう、それは。でもおかしいな、ネフティスの本社は自治区外に移転してだいぶ経つし、確か学校も廃校って。あ、廃校してんねや。私が卒業したらその後廃校になります。あ、なるほどね。もう最後の生徒なんや。私立ネフティス中学校、ネフティス企業傘下の、超エリート校。はあ、ネフティスの後継者が残ってるとは聞いたけど。なるほどね。うん、君だったんだね、いざよい野々見さん。ほう、最後に物見湯さんでもしに来たの。かの有名な悪徳企業ネフティスのお嬢さんが私たちの学校になんのよ。あ、ネフティスも悪いんや。私は回答によっては、あ、うおー、ヘイローの無事は保証しない。怖いって星野。ごめんなさい。私はうん、あ、今日は帰ったんか。言い過ぎちゃったかな。ほーっていう初対面、それなんや。ネフティス、ネフティスグループといえば、そのネフティスが私たちの債権を買ったのよね。具体的には、それで何が問題なの。それはセイントネフティスカンパニー、いわゆるネフティスグループは、うん、あー、こんなんアビドス土着の企業で、昔はキボトスの名だたる大企業と肩を並べてた。そんな企業がアビドスに。アビドスはもともとすごいところだったからね。なるほどね、砂漠化でみんな撤退してったんや。かつてキボトスで最も長い歴史を誇り、その、強大さゆえにありとあらゆる学園から恐れられ、あるいは、疎まれていた学校、それがアビドスでした。砂漠化が進んでしまう前の話ですけれど、セイントネフティスカンパニーはそんなアビドスの最盛期を、共に過ごした企業です。ほう。しかし砂漠化が進むにつれて、アビドスと同様にネフティスもまた、没落していきました、さらには、砂漠横断鉄道の損失を取り戻そうと無理をした結果、破産直前までに至り、
事業は中断を余儀なくされました。当時は大企業だったためアビドス全体に取り返しのつかない損害が及び、そうして一人また一人と、住民がアビドスを離れていくと、ネフティスも全ての事業を畳んで去っていきました。なんか鉄道関係って言ってたよな。なんか最終編のなやつがどうこうっていう話やんな、はあ、そんなアビドスをどうにか立て直すためにアビドス生徒会が借金を抱えることになり、そんなところだね。私が1年生の時にはもう自粛でネフティスを見ることはほとんどなかったよ。ほー、なるほどね。まあでも野々見は詳しいんやな。つまりネフティスのせいで私たちの自粛がこんなことになったってわけ。それはちょっと言い過ぎかな。ネフティスはアビドスが没落した理由の一つでしかないから。ですがネフティスの失敗がなければアビドスが復興するチャンスはまだあったはずです。とどめを刺したのは間違いなくネフティスでした。ネフティスはアビドスにとって加害者なんです。そして、私の家が運営している会社です。なんかそういうちょっと描写はあったもんな。なるほどね。そうなの、はい、私はネフティスグループの人間です。ののみ、まあそれを言うってことかな。今やっぱりそうなんですね。やっぱりってあやねちゃんは知ってたの？いえ、直接聞いていたわけでは。ですがゴールドカードを持っている理由、それに、それにあの鉄道こそがアビドスの衰退に拍車をかけたきっかけですし、それが世界を救うお役に立てるのならこれ以上嬉しいことはないです。この辺な。そうそう言ってたよな。野々見先輩が、砂漠横断鉄道のシステムにアクセスしているところを見て、多分そうなんじゃないかなって。全然知らなかったの？私だけ。星野先輩と白子先輩は、まあ、星野は知ってそうやけどな。白子先輩は知らなかったんだよね。まあ確かにそんな顔してるけどな。いや、よくその顔できたな。野々見先輩、どうして隠してたの？それはまあ確かにちょっとね、いろいろありそうやもんな。ごめん、こうやって迫るようなことじゃないわよね。いえ、でもネフティスがアビドスからいなくなっても先輩は残ってくれてよかった。はあ、なるほどね。一度状況を整理しましょう。本日カイザーコーポレーションがアビドスの布石の、うち 45% を売却しました。その際に新規債権者が殺到し債権が暴騰、なんと元値の4から5倍以上の金額にまで跳ね上がりました。債権の購入者はセイントネフティス。カイザーはこの取引で莫大な利益を得たことでしょう。ですがどうしてこんな取引をしたのか、その理由までは分かりません。あやねちゃん、ネフティスが買収によって得た権利の詳細を確認してもらえますか？まあこれでのメリットかな。この取引によってネフティスはアビドス自治区内の特定施設およびインフラの所有権、そして開発権を得ています。土地の所有権を除いた全ての権利ですね。確かに土地は依然としてカイザーが。へえ、そんなメリットがあるんや。その特定施設というのはどういったものが含まれていますか？物流を目的とした交通インフラとそれに関する、施設とあります。交通インフラなんてそんなの残ってたっけ？ほう、砂漠横断鉄道、該当するものはそれしかないはずです。でも野々見先輩、あれって工事途中で放置されているはずじゃ。なのにこんな高い値段で買ったの？それにネフティスはかつて自ら手放した事業を再び買い直したことにもなります。何が目的？私にも分かりません。一体どうして？もしかして石油でも見つかったとか？呆れられてるやんか。ないない、もしあったらアビドスはこんな状態になってないでしょ。じゃあ大量のレアアースが検出されたとか、ゲルマニウムなんとかだっけ。相変わらず可愛いね、セリカちゃんは。
お金になりそうなものはおじさんが全部調査済みだよ。これ夢先輩といろいろ言ってたんやな。けど何も出なかった。石油も希少鉱物も何もね。というかゲルマニウムは安いやつじゃない？それはいいとして、ならどうしてわざわざ権利を買ったのよ。それがわからないからおじさんも困ってるんだよね。そんな敵が今出てくる敵って誰？敵な、何を急に。侵入者です。自軸で、爆発反応を確認しました。まさかカイザーコーポレーションが。ですがこの爆発は攻撃のためというよりも、もしかして発掘地帯の方じゃない？いえ違うようです。これはほうな、誰かがこちらの方へ。規模は数十人。初めて見る制服です。一体何の？判明しました。彼女たちは、さっきのハイランダーかですよね。望みって言うんや。いや散々見たよ。シュポガキね。シュポガキのエッチな絵死ぬほど見たんやから俺。めちゃくちゃ流れてきてたもんな。あはは、いいねいいね。ガキが。次回、ハイランダー鉄道学園。第3話、ハイランダー鉄道学園。あはは、いいねいいね。うるさい。この二人ちょっと可愛いもんな。謎ポーズな。可愛いよな。でもスカッとしたっしょ。で、どんな感じ？ああ。線路を塞いでいた岩の破砕、完了です。事業所も記載の通り線路も続いています。列車の修理も済んでいるのですぐに走り出せますよ。オッケー、じゃあちゃちゃっと仕上げちゃおうか。試運転お願い。はい、お任せください。へー。意外に指示するタイプなんや。おお動いた。パヒャヒャ。いやどんな笑い声やね。聞いたことない。ワンピースでも出てきてないよこんな。いい女子じゃん。納期は1週間くらい前倒しできそう。そのところで、これ本当に大丈夫なんですか？あちょっとエッチ。ん？何が？ここって、よその、自治区ですよね。それが？だからだからじゃないですよ。許可もなくこんな工事をしたら一体何を言われることか。このままじゃ、武力衝突の可能性も。まあいいんじゃない。光は適当やな。あはそうそう、この、砂漠横断鉄道はもう私らのものなんだし。はい、アビドス砂漠横断鉄道 51% 以上確保。すなわちこの鉄道は、もう私ら CCC の、所有物。まあ正確にちょっと違うけど、気にしない。ですが契約書もなしに工事を進めるだなんて、いいのいいの。そんなことを言ってたら工期に間に合わないでしょ。時は金なりってね。っていうかハイランダー鉄道学園の CCC っていうなんか別のやつなんや。工事はシュバッと行政はそれなりにだね。まあなんか生徒会的なそんな感じなのかな。じとめかわいいな今の。 CCC がそのように判断したなら大丈夫ってことで、本当にいいんですよね。メイビー。大丈夫だって。ほら進めるよ。お、何してるのあんたたち。セリカすぎるな。セリカすぎる文章やで今の。さあアビドスが黙ってないわけやけど、バレた。わお、思ったより早かったじゃん。やっぱり問題になったじゃないですか。ハイランダー鉄道学園の皆さん、ここはアビドス自治区です。今すぐ止まってください。え、私たちの許可なしにアビドス自治区での行政活動なんて言語道断。ゲヘナの皆さんといい、どうしてこう常識が通じない方が多すぎませんか。まあ確かにな、真面目な人少なすぎんもんな。お、落ち着いてアヤネちゃん。怒ってるだね。お、何をしているのか聞かせてもらってもいいかな。先生がどなた？大人？あの方はシャーレの先生です。シャーレ先生、この字と目めっちゃ可愛いよな。学園間の問題解決という名目で破壊活動し、いやそんな感じ。俺破壊活動は別にしてないけど、前に私たちの列車を吹き飛ばしたのもシャーレの先生とのこと。あ、最終編での話かな。
他にも恐ろしい噂がありまして、なんと裸で空から降ってきたっていうのは誠です。人違いじゃないかな。噂って怖いね。おじさんの知らないとこで何をしてるのさ先生。ん、さすが先生、白子先輩がどうして自慢げなのよ。まあちょっとだけ中身知ってるからな。とにかくここは私たちの自治区です。止まってください。どんな理由があるにせよ競技から入るのが筋では。のぞみどうする。どうするも何もいつも通りでしょう。あ、戦うや。え、な、何を。ほう。え、うわ、危ないじゃないの。いつも通り後始末は事務官が何とかするでしょう。バヒャ、気にしない気にしない。妙案妙案。え、いや無視して。これは砂漠横断鉄道が動いて、ハイランダーが列車に乗り込みました。このままでは逃げられてしまいます。どうするの。追いかける。ああ、列車を修理してたんだ。理由は後で聞くとして、まずは追いかけようか。アビドスでの勝手な行動見過ごすわけにはいきません。きちんと、説明してもらいます。先生、指揮を。そろそろ何か起こると思ってたよ。行こうみんな。へえ、ぶつかるんや。さあ、ええ、ちょ、行きましょうかって思ったけど、まさか、そ、電車ないかと思った。全然外やん。へえ、なんかルパンとかそういう系になってる。戦いましょうか。あれ、ラストの2人って、あ、あー、ここで戦うんや。かわいい、モーションかわいい。え、え、むちゃくちゃ、めちゃくちゃやで、こんな。なんか、な、あ、あれあるやん。な、あの、レバー倒して、一人を犠牲に5人を救うかみたいなさ、あれあるやん。あれで全員始末しようの動きやん。どっちに切るとかじゃなくて。謎技術すぎるな、これ。列車ってこんなことできんの？あ、いけるかな？おー、ギリギリ。え、なんかストーリーでめちゃくちゃ苦戦したの初めてかもしれない。な、のみもやられたし、めっちゃギリギリやった。へえ。な、むちゃくちゃやったけど、わ、こいつらめちゃくちゃ強いじゃん。やっぱりアビドスすげえな。損傷大きめ。後ろに、しかも囲まれてるし、もしかしてこれ納期に間に合わない感じ。罪かな。何なのよこいつら。まあ確かになんやねんやもんな。お願いです、説明してください。ハイランダー鉄道学園の皆さん、アビドス自治区で何をしてたんですか。あ、大方そちらも察しがついているのでは。え、おーおーおお、え、監督官、ヘルプミー。あ、え、このシュポガキに上がいんの。で、ボス的な人いるんや。どなたですか。へえ、助けに来たんだ。星野の邪気怖いな。スオ、いや、そうではない。え、でっか、壁に溢れてるやん。エッチお姉さんすぎん。巨乳、目隠れ、手袋、ムチムチ。これ2000点です。スオ、かわいい。わあ、こういう髪の毛死ぬほど好き。もう死んでしまう、これは。いや、そうではない。嘘、裏切り。裏切りじゃない。だが仲間だと思われても困るからな。え、ハイランダー管理室か。なんかボス的な感じじゃないけど、まあ、パンデモニウムソサイティと風紀委員みたいな、なんかそういう感じなんかな。あんまりわからんな。でもまだ、私の名は朝霧スオ、ハイランダー鉄道学園理事会直属の管理監督官だ。管理監督官、お上の、使い走りだと思ってくれて構わない。そこの場。双子は立花光と立花望、二人とも中央管理センターの幹部だ。私とあいつらは互いに監視牽制し合う関係にある。そこだけ理解してもらえれば。あ、まあ確かにそんな感じなんだ。っていうか敵、工事の敵で納期の敵。あとさっきバカとか言いかけてなかったか。まあお互いになんか敵でもあり、一応でも所属は一緒みたいな、そんな感じなんや。
双子じゃなくてバカなんだけど、あれバカやないか。空気がこっちになってる。我々の学園ではいずれの組織も独立した権限を持っている。同じ学園だからといってあんたたちと仲良しごっこをしてたまるか。各組織が管理する路線、つまり、地域ごとに派閥があると思って構わない。長々と話してしまったが、まずは謝罪が先だった。あ、スオーめちゃくちゃあれやな、話の分かる人や。責任の所在は中央管制センター、つまりこのバカどもにあるとはいえ監督官として謝罪する。迷惑をかけた。ほう。だがあんたたちもすでに知っているだろう。現在アビドス砂漠横断鉄道の開発権は我々の元にあると。ほう。え、そのネフティスじゃなくてそういうことなんか。ほう、それはネフティスのはずでは。ああ、認識が異なっているようだな。改めて説明しよう。前提としてハイランダー鉄道学園が市企業と、提携することはよくある。そして今その相手がネフティスというだけ。あんたなら詳しいんじゃないか。いざよいののり。ほう。知り合い？ いえ、ですがまあなんか事情を相手は知ってる感じやな。とにかくそのバカどもを解放してもらえないか。本件の詳細説明は後日正式にアビドスで行うことを約束する。それは話してあげて。ギュッてされてたんやな。これ後ろからね。助かった。ビビった。質問があれば当日までにまとめておいてほしい。では失礼する。へえ。行っちゃった。結構ののみも関わってくるな。ね、とりあえず私たちも帰ろうか。向こうから説明に来てくれるって言ってたしさ。お、対策委員会の部室に戻る。へえ、なるほどね。次回流れゆく者たち。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。結構あれやな、その地下生活者、ハイランダー鉄道学園、ネフティスで過去の星野の話、現在の野々美の話とかな。いやー結構ね、まだまだあるような。そう、各学校な、まだまだ全然あるんよな話が。俺もちょっと最初の頃な、久しぶりのアビドスやからなんか思い出しながらにはなったけど、へーちょっとめちゃくちゃ楽しみやな。な、結構野々美の事情とかもね、野々美の話ってことはその星野のそれ夢先輩を亡くしてからの話とかもね、だから一番アビドス長い2人っていう、そこら辺の話もね今後絡まってきそうな感じもするし。なあ、地下生活者が意味わからんもんな、今んとこどう相手として出てくるんかっていうね感じなんですが、はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。また次回の動画でよろしくお願いします。お疲れ様でした。